前田殿も。毎度、岩本でございます。さあ、陽さん。はいよ。前回はですね、前半戦を振り返ろうということで、好き勝手語っていただいたと思うんですけども。ほんま好き勝手やったな。いい話でよかったです、本当に。わー、大きいに。ということでですね、今回はですね、後半戦、今現状撮影日、ね、最下位なんで、上がっていく、浮上していくのかっていうところを、岩本さんと話したいなと思うんですけど。まあね。私たち解説者は本当言うのタダでね。そうですね。もうほんまこうやればいいのになんて勝手なこと言うけど、まあその奥底のチーム事情もね、まだ把握しきれてないから、はい、言えることは、まあ開き直りっていうのはすごい重要だと思うんですよ。はい、その選手たちがずっと、ああ、調子悪いな、チーム成績悪いなって凹んでるだけだと、なんか去年の成果も全部水の泡になってしまうんでね。よーし、これだけ積み上げてきて、もう奇想天外な野球するチームやったら、それもうやったろうかいみたいな。で、監督もそのサインプレー、例えば一塁三塁での奇襲とかね、ここ一番で使ったりしている今シーズン、去年はもうバンバンもうがむしゃらに闇雲って言ったら言い方悪いけど、それぐらい言ってたでしょ。はい。だからそれができるチームを作るために1年間だった。今シーズンもうそれがもう10分の1ぐらいでしょ、仕掛けが。なんかそういうのをやって相手チームを翻弄するっていうのが、いや、ありかもしれないね。イメージを植え付けるっていうのがもしかしたら必要かもしれないですよね。どうですか、打線の方では後半こう、もう野村ジェイがオールスター前に2軍行ったりしたけども、はい、このファイターズは万波、清宮、野村ジェイ、この3人がもう打線の中心、クリーンアップトリオでバキバキ打たなあかんのですよ。まあそれが成績出ずにね、苦しみながらもがきながらね、2軍に行った選手もいるけども、清宮のこうちゃんは調子良くて怪我して2軍に落ちて、で1軍上がってきても調子の良さは変わってなかったということは、彼の成長がもうそこにあるということ。ただ調子がいいだけじゃなく、もうそれが技術力として身についてるということだと思う。そうですね。6月も2割8分6厘言って、で上がってきて7月も2割8分9っていうか言ってますから、うん、そう、もっと駆け引き上手になったら3割あるからね。で野村 J、 去年あたりエスコンフィールドの4番バッター野村だって言われてた時は、はい、なんせ勝負強かった。あの詰まることを恐れずにクシャーでも内野の頭越えて塁に出る、もしくはランナーを返したんですよ。それを今シーズンはすごく結果を求めているのか、バッターボックスの中でも後手に回っている。それね、ピッチャーから見ると、あ、ひるんでるなと思うわけ。ほんだ単純に高めのまっすぐと低めの変化球、もうこれで料理できるっていう映像が頭にバーンと描けんねんね。じゃあそのあたりのこう整理をするというか、今必要ということですよね、野村選手は。そう。で、万波は何かこう自分を本当掴みかけてるとこで、まあ彼はすごい選手な、あの、になる街道を進んでる。あの、球界を代表する選手になるべく道を歩んでるし、で、オールスター選手にも選手間投票で選べれるんだからね。もうこれ誉れなことであるし、本人すごくやる気、その気になってる部分やと思うわ。そう考えるとね、ファイターズは、それに値する、もう球界を代表する選手になれるような選手がいるんですよ。今名前挙げた3人なんてまさにそうでしょ？ね、万波、清宮、野村と。もうこの3人なんて絶対そうですよ。松郷もいますしね。あ、もう松郷はもうそうなってるんですよ、すでに。はい、もう球界を代表する選手。リーディングヒッターのタイトル取る選手やからね。なのでもう彼は別格。別格なんですね。はい。そう、今2割8分そこそこ、2割7分いくつとか8分そこそこいってるけども、はい、シーズン終わる頃にはもう3割、悪くて3割ちょい切るぐらいの、まあ安定してるよね、松郷になると思う。で、まあでも爆発力で言うと、やっぱこの、サンバガラスと言われるこの選手はね、やっぱり期待は高いですからね。期待を乱す。そう。うん。で投げる方で言うと、はい、これ田中正義が本当ファイターズに入団してね、新しい環境でどんな羽ばたき方するのかと、今までこう羽を閉じられていたようなその選手ですよ。これは周りに閉じられてるじゃなくて、自分でもそれを閉じてしまってたかもしれない。でも短いイニング、爆発的なそのパワーの出す投球で新しい自分に出会って躍動してるわけでしょ。これを1年だけじゃなくて2年3年でもクローザー要素をたっぷりのアメリカ行っても活躍するんじゃねみたいな、そんなピッチャーになってほしいね。それは達すれば目標で、新たな試練がどんどんやってきている。それを全部乗り越えた時に、はい、総合的パフォーマンスの強いクローザーになるから。もうそれをね、もう8月いっぱいに仕上げてほしいね。っていうのは9月ってもう順位争いものすごい脂っこいでしょ。だから田中正義の存在が9回の野球を8回にする。で、もう池田池ちゃんが今ものすごいファイヤーでしょ。彼もまた新しい試練がやってきてるんだけども、あの2人で9回の野球を7回にする。強いやん。強い時の JFK みたいな感じですよね、うん、阪神の。そう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 。はい。だって9回の野球6回やったからね。
そうですよね。だから晩年の島柳剛さんも、6イニングしっかり仕事をして、最多勝を取ったりしてたでしょ。そうですね。まあ、そういう慣れる要素を持っているということですよね。持ってる持ってる、はい。新しい左ピッチャー出てきてほしいけどね。そうですね。宮西がフル回転で頑張ってるけども、そない言うても大ベテランやから。うん、その彼を底上げするとか、もう一度パッとピリッとしてもらうとか、はい、で負担を和らげるとか、いろんな役割をこう期待できる左のフル回転出てきてほしいね。どうなんですか、これ堀選手とかって今年あんまり出てこないなっていうイメージなんですけど。ああ、ねえ。なんかな、ほら僕いろんなところで冗談混ぜて言うんだけども、はい、性格なんかな、なんかぐわーっと出てくる選手じゃないでしょ。うん、それがちょっと物足りんのかなとか思ったりもする。だって破れかぶれって彼に当てはまると思います？破れかぶれ投球、なかなか当てはまらないでしょ。そうですね。はい。なんかねそっちの方がちょっと可能性見えたりする。っていうのは新しい境地を見つけようとしてるから、その選手が。破れかぶれってそうなんですよ。ああもういったれ言った時に新しい自分が見えてる、新しいステージが見えるという。ペオさんあれどうですか、こう先日の動画でも言われてましたけど、このマーベル投手どう見られてます、うん、マーベルが、はい、僕見てて思ったんだけど、はい、シャカリキ投法なんですよ。あれってホーム崩したらなかなか戻りにくくて、はい、再現性能力で言うとちょっとクエスチョンついてしまうんですよ。ああいううわーってシャカリキ投球は一個突き当たりがずれた時に全部ずれるから。突き当たりっていうのは足上げるのも突き当たりまで、ほんで左手使うのも突き当たりまで、そういうピッチャーはどっか突き当たりがずれた時に他が全部ずれる。なので噂とか北山のような再現能力の高いピッチャーは静かなとこからサッサッサッ突き当たりが少ないの、うん、可動範囲の。その究極がオリックスの山本由伸ね。そのさーっと流れるような作業の中でトップをちゃんと決めれる。最短距離で。そっからズドン。なので、ええ時はええけど、あかん時どうやって軌道修正するのかっていうのはこれから見たいね。外国人投手事情ちょっと寂しいですからね。こう、頑張ってほしいですよね、マーベル。ね。これでも、どうですか、なんかこう、トレードとかってもうなさそうですか。いや、7月いっぱいまであると思うよ。新庄監督はこういう選手欲しいっていうのを言ってると思う。もう言わざるを得ないもん。だって去年あれだけトライアウトと歌ったその選手たちがね、はい、今年どれだけ出場してるかって言ったら1試合の半分なんですよ。途中出場とかもあるけど、まあ、スターティングラインナップで自信を持ってドーンって名前を上げにくくなってる。逆に新しいものも求めまくってるでしょ。トレードの選手、ドラフトで去年のプレーに加入した選手が、そういうのが目立ってるトピックスばかりじゃん。これはちょっと僕は不安で、ファイターズの去年からの悩みからするとこれは OB としてもちょい不満なんかもあるかもね。お、頑張ってくれよっていうね。なので、後半戦も事実上の終盤戦ですよ。もう帰りの燃料なんかいらないから、前だけ見て突っ走ってください。最後その先で、ペナントの先でぶっ倒れてたら、全部回収して僕はもう持って帰ってくるから、みんなのもう栄養蓄えるとこまで僕はもう引き上げて連れて帰ってあげるから、なんて OB として思ってしまうね。それぐらい言ってほしいですよね、バーンと。まあ、岩本のこっちも、わーわー言っていきますさかい。ボリュームはセルフでお願いします。前でお気に入り。